皆さんこんにちは。全盲の活動家島金島垣金也です。今日は私、大宮区と中央区のちょうど境界線の地域でございます大宮区三橋の道路の近くに来ております。今私が立っております、この後ろを走ってます道路、新大宮バイパスにつながっています。この三橋の道路に限らず、中央区内でも円並や八王子、上峰といった地域からこの新大宮バイパスにつながっている道路、どこもバイパスに向かう車やバイパスから入ってくる車でとても混雑して渋滞したりすることが多い道路でございます。そして何よりもバイパスから抜け道になっていまして、このお住まいのお気に入りの皆様にとってちょっと非常に危ないという声が上がっているようでございます。そこで10月13日までの予定で、この三橋の道路で車の通行の抑制や走行速度の減速など安全性を向上させるための実証実験が行われているとのことでございます。この実証実験、生活道路の安全性を向上させる目的で、国土交通省の大宮国道事務所と埼玉市が協力して行っているとのことでございます。9月17日から始まったこの実証実験、道路上には車のドライバーが自主的に速度を落とすように6メートル間隔で高さ10センチに盛り上げるハンプなるものが設置されているとのことでございます。また横断歩道での車の一時停止を向上させるために、ハンプを活用したスムーズ横断歩道なる策も行われているとのことでございます。私もそのスムーズ横断歩道を渡ってみたいと思います。じゃあ渡ります。渡りました。知人から伺ったお話では、車で走行する際の道案内も最近はカーナビより Google マップなどのスマホの地図アプリを使うことが増えてきているようだとのことでした。 Google マップはスマホ搭載の GPS で測定された端末の位置とジャイロセンサーで把握した速度を多数の端末から匿名情報としてデータを収集し、分析した結果から最速ルートを案内するのだそうです。カーナビでは画面上に法定速度を表示させたり、この先は通学路です、ご注意くださいといった細やかな情報が得られますが、 Google マップではあらかじめ道が狭いとか学校の通学路といった情報が得られません。Google マップの利用が増えたことから、この三橋のような住民の生活道路にも不用意に流入してくる車が増えたのかもしれません。なお伝え聞いた情報によれば、2019年3月に我が国の地図情報の老舗であるゼンリンと Google の契約が解消されたのだそうです。それにより最近の Google マップは独自の地図情報を採用しているようなのですが、生活道路や学校の通学道路などの情報提供は除外すべきではないでしょうか。はい、今道路の脇で、音を聞きながら車の通行を確認させていただいているんですけど、やはりほとんどの車っていうか、もう全ての車が一旦この手前で減速をして、もうほぼ徐行で、ここ道幅も狭くなっているということなので、車が行き違えないような感じになってまして、片方の車は相手の車が来た場合にこう止まって行き違うような感じになっているようでございます。報道によりますと、この実証実験の結果は自動車の ETC から得られる走行データを活用して仮設のハンプなどを設置した効果を検証し、地域の皆さんとより良い安全策を検討するのに使われるとのことでございます。私のような視覚障害者やお年寄り、小さなお子さんたちなど交通弱者と言われる方たちはじめ、誰もが安全に安心して通行できる道路空間の整備をしっかり行っていってほしいですね。
島金の最近埼玉、これからも安心安全な街づくりに向けた取り組みや情報をレポート皆さんにお伝えしていきます。今回のご評価コメントをぜひお寄せください。そしてよろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。お元気でお過ごしください。